皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はエルデンリングのファミ通紹介をしていきたいと思います。ダークソウルシリーズなどでも知られるフロムソフトウェアさんの完全新作タイトルで、発売予定日は2022年2月25日で、11月中旬頃にはネットワークテストも行われました。同テスト版で広大なフィールドやアクションの一端が明らかになりました。探索もアクションもかなり自由度が高いです。多彩に付け替えられる戦技や魔法の魔術や祈願ガードカウンターなど、敵に対する行動の選択肢はかなり多いようです。祈願っていうのはおそらくなんか回復とか補助や補助術みたいなものでしょうかね。あるいはなんかそういう魔力エネルギー的なものをなんか回復するためのチャージするための技とか、まあ、ガードカウンターはガードした後に反撃する技のことですね。まあ、これらをどのように使っていけるかが戦いの鍵を握るんじゃないでしょうかね。まあ、そんな感じで今回はこの辺でエルデンリングのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。